アイゴカシガニダイは、鈴木目ニザダイアモクの海分類群の一つである。海分類は、アイゴ族、シーケネス一族のみで、27種が知られている。インド太平洋及び、地中海東部に分布する、沿岸魚のグループで、側平たした体型、小さい口と厚い唇、独占の付属した、鋭いトゲ状などを特徴とする。 生魚の全長はどれも20から50センチメートルほど。紅葉樹の葉のような体型で、よく側平たする。背びれは、第一、第二背びれがつながって一気になっている。頭部は小さく、口も小さいが、唇は厚い。顔つきがうさぎに似るため、英語では、ラビットフィッシュと総称される。背びれは13トゲ10何畳、腹気は1トゲ3何畳。 尻びれは七棘級南上からなる。棘状は極端に長くはないが、太く鋭く発達し、すべてに毒栓がついている。棘状は容易に人の皮膚に突き刺さり、同時に毒が注入されてしばらく激しく痛む。死んでも毒は消えないので、漁獲時などの取り扱いには注意が必要である。種類による大きさの差はあまりないが、退職は変異に富む。 ヒフキアイゴエスアニマキアレイトスなど、産後症性の種類には、鮮やかな体色のものが多い。また同種でも、精神状態や昼、夜で体色が異なる。すべてが、インド太平洋の熱帯、温帯海域に分布する。公海産の種類には、スエズ運河を越え地中海へ進出したものもいる。なお、日本は、北西太平洋におけるアイゴ類の北限にあたる。 南西諸島や伊豆、小笠原諸島では10種以上の様々な種類が見られるが、九州、四国、本州では、アイゴエスフスケソンズ以外の種類を見ることは少ない。沿岸の浅い海に生息し、海岸近くの蒙場、岩礁域、珊瑚礁域などを主な住み所とする。河口などの寄水域に侵入する者も,もいる。植生は雑植生で、糸状。 洋上の草類を主に食べるが、甲殻類や多毛類などの小動物も捕食する。食食性の強さから、水族館等で飼育する場合はしばしば小松菜等の洋菜類が餌として用いられる。産卵行動は主に夏に行われ、月齢、潮汐に合わせた周期性がある。卵は分離粘着卵で、孵化した稚魚は最初にプランクトンを捕食しながら、 浮遊生活をする。全長3センチメートル程度で沿岸海域に定着し、大群で生活するようになり、食性も藻類中心に変化する。成長に連れ群れは分散し、生魚は単独活害で生活する。ただしハナイゴエスアーゲンティアスは分離不規性卵を産卵し、全長6から8センチメートルになるまで浮遊生活をすることが分かっている。ほとんどの種類が、 食用になり、刺し網追い込み網、低地網、釣りなどの沿岸漁業で漁獲される。沖縄では、旧暦6月の大潮の頃に大群を成して、節岸する、シモフリアイゴエスコナリキアレイトス、アミアイゴエススピーネスなど、アイゴ類の稚魚をスク、または、シクと呼び、海藻を食べ始めて、磯臭くなる前に漁獲する。これらは、スクガラスという塩からに加工されるほか、スジメでも食べられる。 香港では、霜降り合い語などがよく釣れ、泥と呼んで、かゆ、スープ、唐揚げ、ムニエル、チンピムシなどの料理によく利用されている。また、関東語では、釣り泥という言葉が、タクシーに客の相乗りをさせて、多重に料金を取るという違法行為を意味する俗語になっている。香港の釣りでは、愛い語は小物の代表であり、小学の客を釣り上げて、 数で勝負するというイメージからこう言われている。他、琉球列島から未記載種と思われるものが確認されているという、アミアイゴの群れ、グアムの産後礁にて、ありがとうございます。